マリサ、週末のキャンプ楽しみよね。そうだな、久しぶりのキャンプだからな。けど週末は大雨だぞ。大雨、悲しすぎる。キャンプに行って雨に降られたら最悪。道具は泥でドロドロ、それを車に積んで帰るのは辛いわ。昨日3時間もかけて室内をきれいに掃除したのに。室内を水洗いできたら便利よね。そんな車はないかな。あるぞ、今から20年以上前の車だが SUV の GTR と呼ばれた車が。室内が水洗いできる SUV の GTR? 何かの間違いじゃないの？しかも20年前の車？まあこのノスカーチャンネルなら20年落ちならまだまだひよっこよ。なんていう車？日産初代 X トレイルコンセプトはガンガン使えるタフギア車を道具として使い倒す。まさしく相棒。車が道具で相棒だなんて、なんだか面白そうね。ゆっくり解説をねしゃす。よし、それじゃ今回は2000年11月に発売された初代日産 X トレイルをゆっくり解説していきます。イメージカラーがレッドなんて日産力が入ってるわね。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。初代 X トレイルが発売された2000年頃は日産にとって大変な時期だったでしょ？そうだ、バブル崩壊後、ヒット作が出なくなり一気に負債が拡大。1998年にはなんと2兆円の有利子負債を抱え、国内シェアはホンダに抜かれ3位に転落してしまう。国内シェアなんて言ってる場合じゃないでしょ。有利子負債が2兆円、2兆円よ。いつ倒産してもおかしくない状態。確かに、まずドイツのダイムラーに話を持っていくが断られ、そこで手を差し伸べたのはフランスのルノー。ルノーとの資本提携でルノーの傘下入りすることに。そしてルノーの副社長カルロス・ゴーンが最高経営責任者 CEO に就任するのね。そう、コストカッターゴーン、日産リバイバルプランで工場5カ所閉鎖、全世界で2万人以上を大リストラ。キュープリンスファンから聖地と崇められた村山工場もこの時閉鎖したのよね。その結果4年後の2003年には2兆円以上と言われた負債を完済する。いろいろ言われるけど成果としてはすごいよね。彼じゃないとできなかったんじゃないの？確かに、誰もできなかったことをしたんだからな。その後、背任で失脚してしまうが。そんなん大変な時期のど真ん中に発売され、約20万台の大ヒットを飛ばした初代 X トレイル、孝行息子ね。X トレイルは2001年から国内 SUV 部門販売台数第1位を10年連続で獲得し続けた人気車種だった。どうして10年間も売れ続けたの？ライバルに対してこだわった設定が受けたんだ。ボディは長くて大きく、4WD システムも本格的、トップグレートの GT は280馬力、アウトドア用に使い勝手も良かった。そして価格が200万円から220万円と魅力的なプライスだった。そのイメージが2代目にも引き継がれたんだ。X トレイルの設計が始まった1995年頃といえば、94年に初代トヨタラブ4、95年に初代ホンダ CR-V、97年に初代トヨタハリアーと都会派 SUV が続々発売された時期。都会派 SUV って何？なんちゃって SUV のこと。フレームはラダーじゃなくモノコック、車高を上げて、大きめのタイヤをつけて、とどめは FF、背中にタイヤを背負わせたら出来上がり。樹脂製フェンダーが抜けてるわよ。けどそんなの当たり前よ。ライトなのがいいのよ。高い車高と大きなタイヤで FF でもスキー場なら十分いけちゃうし。確かにそうだな。95年東京モーターショーにラシーンベースの3ボックススタイルのキックスを出品。97年の東京モーターショーにトレイルランナーという変なスペシャリティクーペをプロト展示する。変な言うな。プロトとはいえミニカーみたいなデザインね。高い最低地上高に低いクーペスタイルが新しかったのかな？トヨタ CHR みたいね。いやいや、これは変でしょ。これが X トレイルの母体になったと言われている。どこがなの？似てるのは社名だけでしょ。リアスポイラーにスノーボードが固定されてる。X トレイルは2000年11月に登場したミドルクラス SUV。社名の由来、 X はスノーボード、スケボーなど過激な X トリーム系スポーツとトレイルオフロード、足跡を掛け合わせた造語。コンセプトはタフギア、4人が快適で走りも楽しめる200万台の実用的な四輪駆動モデル。開発希望は ZR。200万円台ってえらく具体的なコンセプトね。借金2兆円なんだから1台でも多く売らないとって思いがコンセプトにも宿ってるんだ。メインターゲットは20代、30代でスノボー、サーフィンなど横乗り系スポーツをするアウトドア系の若者。会社が売りたい車ではなく若者が欲しがる車を作るため、18歳から22歳の男女1000人以上にリサーチし、若者の車像を徹底的に調査した。そこで見えてきた車像はリッター10キロ走り、価格は200万円、取り回しのしやすい 4WD。 譲れないのが価格の200万円。これの実現のためエアコンはマニュアル、灰皿レス、上質さはなくし無駄なくガンガン使いこなすことができるタフギアにポイントを置く。エクステリアは有機的な曲線フォルムや未来的なフォルムは今後流行らないと判断。基本を直線基調の四角にし、使っていくうちにどんどん馴染んでくる道具感を目指す。
シンプルさがこの車の最大の持ち味。デザインは有効を追わず長く使えて飽きのこないものを目指す。ボクシーで堂々としたデザインね。インテリアは使うことが楽しい道具であると同時に仲間とくつろげる快適な空間。メカニズムは一切妥協せず、ライバルは95年発売の初代ホンダ CR-V と同じ2000年に2代目にフルチェンしたトヨタラブ4。2台とも都会派 SUV ど真ん中、丸みを帯びた馴染みやすいデザインで特にこれといった特徴はないわね。それが一番の特徴だな。それに対してエクストレイルは直線基調の居住空間が大きそうな飽きのこないボクシーなデザイン。スペアタイヤは背負ってないけど、いかにも昔ながらの黒缶風四駆のイメージね。男受けは良さそう。ってことは女受けはイマイチかな。特徴はまず汚れても取り外して水洗いができるウォッシャブルラゲッジボードと、汚れても拭き取りしやすい撥水加工シート。スノボーやサーフィンアウトドアをする人には絶対便利、使いやすそう。次は 4WD システム。比較するとエクストレイルはオールモード 4x4。 普段は FF だが滑り出した時電子制御で瞬時に 4WD になる。 CR-V はデュアルポンプ式 4WD。 普段は FF、 滑り出したら 4WD になるシステムは同じだが、切り替わりが唐突すぎ、一番繊細なコントロールが要求されるところがリニアではなかった。ラブ4はセンターデフビスカスカップリング式フルタイム 4WD、 ビスカス式のため空転時から直結に近い状態までには多少のラグがある。それが生活四駆の使い方には合っていた。それとエクストレイルにはトップグレードに280馬力の GT があり、ノーマルでも光合成なシャーシーやブレーキ、サスを使っている点も見逃せない。走りに重点を置いたという意味では背の高いワゴンから進化した初代スバルフォレスターも十分ライバルになると思うぞ。フォレスターはいい車ね。 2.5 リッターノンターボ、2リッターターボ、2リッターノンターボにフルタイム 4WD。 こっちもボクシーでアウトドアシューガするわ。ホットモデルは2リッターターボ280馬力のエクストレイル GT。 エクステリアの違いはハニカム専用グリルルーフスポイラーバンパー100倍大口径マフラー GT エンブレムくらいと控えめ。 SUV の GTR ね、外観がノーマルとほとんど同じで残念。せめてボンネットに大きなエアースクープをつけてほしかったな。設定は4速 AT のみで残念ながら5速 MT はなし。ガンガン走るというよりはいざとなったらハイパワーで余裕の走りしよう。普通 AT は20馬力ぐらいパワーダウンするはずが、きっちり自主規制の280馬力を出してきたところは立派ね。もちろん足回りは GT 専用チューニング AT から MT に積み替えた人がきっといるぞ。エンジンは2リッターターボと2リッターノンターボの2種類。SR20VET は2リッター直 4DOHC ターボ280馬力トルク 31.5kg VVL 付き可変バルブタイミング可変リフト機構。カムの切り替えは5400回転。インタークーラーにターボの文字と 280PS が誇らしい。大型空冷式インタークーラーのサイズは 380mm×320mm。 ボンネットにダクトがつかないのはフードが高く、正面からエアーが十分入ってきて冷却ができるから、ネオ VVL の文字も目立つぞ。最大下級圧は 650mmHg、 パワーウェイトレシオは 5.2kg PS。 QR20DE は2リッター直 4DOHC 150馬力、シリンダーブロックはアルミ製、鋳造の SR エンジンと比較するとマイナス19キロと軽量、中低速を太らせている。実はなんだが新エンジンが完成し中央高速で試走テストをしてたんだ。山梨県の一定区間を何度も実装テストしていると、突然、暴力団風の男20人に囲まれ、何しとんじゃ、我何度も同じ道を通って、何しとんじゃ我、レレレレのれ、と因縁をつけられた。何でも構想があり張り込んでいたらしい。で、どうなったの？新車のエンジンテストで試走してると正直に話したら解放してくれた。一般道でのテストって危ないこともあるんだ。4WD システムは FF ベースながら電子制御のトルクスプリットのオールモード 4x4 を採用。アクセルカイドセンサー、ABS 車輪センサーにより前輪のスリップを、瞬時に感知し電磁石により電磁多番クラッチのメインクラッチとコントロールクラッチを締結させる仕組み。センターデフは装備しないがスムーズなフィーリングで構造的、重量的、コスト的にもなくて問題ない。モードは 2WD オート、ロックの3種類、ロックは悪路用の直結 4WD、普段はオートでトルク配分を10対0から50対50に自動セレクトしてくれる。この本格装備は都会派 SUV とは大きな違いね。最低地上高 200mm とこの 4WD システムならモノコックフレームでも大概のところは走破できるんじゃないの。それに280馬力4速 AT ならまさしく快適ゲレンデエクスプレスだ。サスペンションは前ストラットコイル、コイルスプリングの取り付けをオフセットすることにより周動抵抗を減らし乗り心地を向上。後ろパラレルリンクストラットコイル、高い操縦安定性と乗り心地を向上させるとともに室内スペースの確保に一役買っている。ブレーキは四輪ベンチレーテッドディスクを装備。このクラスでは珍しいわね。だいたいリアはドラムが多いんだけど280馬力を受け止めるためね。タイヤは 2165R16 と 2175-70R15 の2種類。
プラットフォームはサニーと同じ MS プラットフォームながら280馬力を受け止めるためねじれ剛性を 30% アップし、プリメイラより高剛性になっている。全長4455、全幅1765、全高1750、ホイールベース2625、車両重量約1450キロ、最低地上高200ミリ。面白いのがフロントフェンダー、素材がスチールではなく樹脂製、時速15キロで立ち木に衝突しても大丈夫らしい。確か B1 やパオもそうだったよね。片方で 2.5 キロ、左右で5キロの軽量化ができた。タフギアのエクストレイルらしい面白い装備がハイパールーフレイル。ルーフレイルの前面にドライビングランプを埋め込んだもの。高い位置から照らすのでハイビームより 1.3 倍の照射範囲で緊急時の夜のテント設営でも活躍。インテリアは日産初となる大型アナログ3連センターメーターを採用。ナビの左右には缶ジュースが入るオンレイ高装備。後期では廃止になる。後期型はハンドルがチルトアップするポップアップステアリングを採用。アップ角度は最大45度。これならドライバーさんの着替えがやりやすくなって便利だわ。ハンドルが邪魔なのよ。エクストレイルの優れたところはウォッシャブルラゲッジボード。このボードは脱着式で水洗い可能。滑りにくく汚れや傷がつきにくい。しかも後部座席の座面は脱着式で外せば長さ 1870mm の超大なスペースが出現。外して水洗いができるのは嬉しいわね。これは便利。このスペースなら大人2人の車中泊も可能ね。リアシートのアームレストを取り外すとスノーボード4本が収納できた。このボードの下にはスペアタイヤが収納されている。シートは大型サイズを採用し、表面は撥水加工を施しているガンガン使えるタフギアだ。オーテックからはカスタマイズされたスタイル AX が登場。ヘッドライトを丸型2灯に変更し、バンパー内にフォグを埋め込み、グリルは5本スリット。誰がどう思ってデザインするんだろうね。知らないよ。最後に有名中古車情報サイトで初代エクストレイルを検索したところ約150台がヒット。4月30日現在。そのうち流行りのアースカラーにリペイントされたものが50台以上、4WD が140台、AT が135台、修復歴なし140台でした。その中で気になる SUV の GTR、2リッターターボ280馬力の GT を検索したところ7台にヒット。支払い総額で上は約120万円から下は55万円。ASK が2台ありました。約20年落ちの車ですが280馬力は魅力的。興味のある方はぜひ覗いてみてください。それとオーテックスタイル AX も2台ありました。車両本体価格で約30万円でした。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。